でもゆくです。今回ですね、新型シビック RS の方を見ました。でこのねシビック、現行型なんですけど、先日、マイナーチェンジが行われまして、ついに RS グレードが、追加されたということになります。もちろん VTEC ターボエンジンの6速マニュアルの仕様と、なります。で FF の、モデルとなります。で、シビックのね RS なんですけど、フロントマスクこのような感じになっております。ライト周りもフル LED となっておりまして、キリッとした顔つきになっておりまして、さらにハニカムグリルが特徴で、向かって右端には RS のレッドのバッジが装着されておりまして、雰囲気からも走りの良さを演奏させてくれる雰囲気となっております。そしてサイドから見ますとこのような感じになっております。ハッチバックタイプとなりまして、低くどっしりとした外観となっておりますので、やはり空力特性にもしっかりこだわった、設計になっております。そして、タイヤホイールなんですけど、こちらはですね18インチのものとなっておりまして、専用のドラッグのホイールが採用されております。でタイヤの方がグッドイヤーのイーグル F1 の、スポーツタイヤが、装着されておりまして、タイヤサイズ23540は18サイズとなります。前後のとも同じサイズということになるようです。はい、でフロントリアともにディスクブレーキが、採用されておりまして、走る曲がる止まるの動きをさらに突き詰めた仕様となっているのかなと思います。そして、リアビューが、ね、このような感じになっております。リアバンパー部分はディフューザー形状となっておりますので、この辺でもやはり空力に、こだわった仕様になっております。でギアには専用の RS エンブレムが、装着されております。でテールもね、このような感じになっております。じゃあ、内装も見ていきたいと思います。乗り込みまして、ウェルカムのアニメーションも RS 専用で、かなりかっこいい、仕様になっておりまして、インパネ周りがですね、このような感じになっております。インパネの大まかなデザインはシビック共通のものとなっているようなんですけど、メタリックレッドがアクセントとして採用されておりまして、かなりスポーティーな雰囲気になっております。で、メタ、フル液晶のタイプとなりまして、ステアリングもですねレッドステッチの本革向きのものが採用されております。でステアリングスイッチと思って、左側で、オーディオなどのコントロール、そして、右側で、クロコの、コントロールもできる仕様になっております。で、こちらのモデルがですね、標準でですね、ETC 2.0 の車載機も、装着されております。でドアトリムのですねパワーウィンドウなどのスイッチ部の、パネル、カーボンではないんですけどカーボン状の雰囲気のスポーティーなものが採用されております。で中央部行きまして、スマホ連携にも対応したシステムが採用されておりまして、左右独立のフロートエアコンが装着されるということになります。さらに接触充電にもね対応しているということになります。で RS ですので6速マニュアル専用のものとなっております。はい、でレブマッチシステムとかもね採用されておりまして、初心者でもねマニュアル久しぶりの方でもしっかりと走ることができる仕様になっております。で電動パーキングブレーキ、オートホールドも採用されて、ドライビングモードも変えることができるようになっております。そしてシート、このような感じになっております。レザーと、ファブリックの、ね、組み合わせの、シートとなっておりまして、シート設置もねレッドのものが採用されております。さらにですね、ちょっと見づらいんですけど、BOSE の、サウンドシステムも採用されるということで、ロゴンドライブも快適にこなせるという感じになっております。後部座席も見ていきたいと思います。で、リアシート、このような感じになっております。コメンジュージでもね、ゆとりある空間となっておりまして、センター部アームレストも適切な位置に配置されております。で、ドリンクホルダーもね付いているということになります。さらにコンソール部分、リア用のエアコンのレバーも採用されるということになります。ドアトリムがこのような感じになっております。最後ラゲッジ持ってきたと思います。
と、ハッチバックタイプですので、5人が乗って、しっかりとね、荷物が集めるという点はいいなと思います。さらに、このカバーもですね、このように格納できるということで、このカバーの置き場所に困らなくていいという感じで、こういう機構もね、使いやすくていいなと思います。ラゲッジルームラックがありまして、荷物固定用のフックもね、4箇所、設けられております。で、ラゲッジアンダーボックスで、このような感じになっております。パンク修理キットとかも配置されるという感じになります。はい、ということでね、シビック RS もですね、シビックタイプ R まではちょっと手出せないし、タイプ R 自体手に入りづらい状況になってるんですけど、スポーツ走行も楽しめるし、普段使いも快適にこなせるフォードアスポーツハッチバックだなと思いました。はい、ということで、新型シビック RS スタート。